ジン,ジン統合海運事業会社、ジム統合海運事業が、医者、略称、ジン、TGE メートルは、イスラエルの海運会社。本社は、イスラエルのハイファ。北米における地域統括本社を、ノーホーク、極東地域本社を香港に設置する。コンテナ取扱量では、世界的にも主要者として上位に、ランクされる、グローバル企業。 世界170カ所に拠点を設置し、全世界における約4200名の社員で180、高、70航路以上のサービスを展開。大型コンテナ船など90隻の新鋭船体を展開し、最近では、同社が伝統的に強みを持つアジア発、北米東岸向け航路、カリブ海地域、国海、アフリカへのサービスを拡充、積極的に市場開拓を進めている。 中国市場を重視し、同国に20カ所以上の拠点と数百名の職員を配す。人とは、大正戦団を意味する、旧約聖書、ヘブライ語の略語に由来し、本来は、ツイームと発音する。1945年創業。当初は、最初に購入した、本戦 SS ケットマ号にて、第二次大戦終了後のヨーロッパから、 建国間もないイスラエルへのユダヤ人移民輸送で活躍した。その後1960年代末期に旅客輸送から撤退し貨物輸送専業となった。当初はイスラエル政府が50%弱を出資する半官半民企業だったが2004年2月に完全民営化された。現在はイスラエル最大の投資会社であるイスラエルコーポレーション最大個人株主の後継者が 所有するが32%の株式を有する。1970年代、コンテナ船を建造し船体を整備、当時最先端の輸送法だったコンテナリゼーションを積極的に進める。1972年、ジンコンテナサービスを設立した。ZCS はイスラエルを起点に、極東、東南アジア、米州、欧州の三大陸の使用港を一公開100日で結ぶ。 また、同時期に、タンカー部門にも進出し、原油ランからイスラエルに輸送し、イスラエルから欧州各地へ、石油製品の輸送を始める。1990年から1997年に、かけ、最新 A コンテナ船15隻を建造、定曜日、ウィクリーサービスを提供する世界トップクラスの戦車となる。2004年にイスラエルコーポレーションは、 イスラエル政府が保有するジン株式のほぼ全株を取得、ジンの完全民営化が完了。ジンインタグレイテッドシッピングセルビセス LTD に称号変更。2005年9月28日、北海道根室沖で日本のサンマ漁船第三新生丸と衝突事故を起こしたのは同社のコンテナ船、ジン、アジア号である。2007年12月、ジン ジャパン株式会社は、ジンインタグレイテッドシッピングセルビセス LTD の全額出資日本法人になる。2013年7月からコンテナ輸送での環境性能を向上させるために、ザクリーンカーゴワーキンググループに公式参加。平均 SOX、オウ酸株付き性排出量は、CCWG 加盟22戦車中最も低い。2014年、 イスラエルのガザ侵攻に抗議するためが、自ン本線の二役を阻止。2015年、2016年と、アジア米国東岸航路のスケジュール遵守率で、トップとなる。コンテナ定期船車による海運アライアンスには加盟せず提携にとどめ、独立性を維持する独自戦略を選択。近年は、IT システムに1億ドル以上を投じ、ブロックチェーンを利用したペーパー RSB、 L, 船に証券技術の確立など先進技術の取り組みに積極的。1958年、昭和33年にゴールドマディタイム株式会社が日本における人代理店として設立される。2003年2月に人、ジャパン株式会社が人とセブンシーズ・シッピング CO ・ COLTD との合弁会社として設立される。 2007年12月にジンインタグレイテッドシッピングセルビセス LTD の全額出資により人独自による日本法人となる。日本におけるジンインタグレイテッドシッピングセルビセス LTD 本体及び香港に本社を置きインドをはじめとしたアジア域内及び西アフリカ向け航路において定期船サービスを展開するゴールドスターライン LTD の総代理店として 事業活動をしている。2015年以降は、従来の日本を起点とした定期船サービスに加えて、太陽国をはじめとする東南アジア各国及び、中国発、北米東岸や地中海向けなどの三国間トレードに力を入れている。定期航路コンテナサービスの集会営業に加え、日本発イスラエル向け航路における自動車、トラック専用船、p c c p c t c 4 0 0 0大積み及び在来線の運行などを主要事業とする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。